はい、いつもありがとうございます。坂です。今回ね、こちら、まあちょっと用意してるんですけれども、これね、ちょっとリアルフィッシュ系の、魚というか、ワームが目の前にあります。はい。まあこういうのを使うときに、まあ例えば使う、まあよくね、最近僕が使ってるというか、まあ前回のね、調光動画でも、まあ、出した、魚取れたやつですね。まあミドストっていう、まあ手法があるんですけれども、まあそういうのを使うために使っていくのがジグヘッドっていうものがあります。まあその鉛がついててそれに針がついてるよっていうもので、まあもちろんねバスに関して長い歴史の中でその中でも当初からあったのがまあジグヘッドだと思います。まあそれをねこうスイミングさせたりとかするので、まあそれが波形していってミドストっていう形になっていったっていうのがまあ間違いじゃないかなと思うんですけれども、その中でね今回今現在こう出ている、まあ近年出ているというか中で、僕も正直この去年からまあ今年もそうですけれども、やっぱ強いこう武器になってきた中でジグヘッドっていうのがやっぱ種類が多種多様あるんですよね、各社メーカーから。なのでその中でこう何を選んだらいいのかちょっと分からなかったんですよね。でいろんな情報を調べたりとかで調べ、実際買ってみて使ってみて使用感だったりとか実際魚の反応だったりとかを見ていった中で、個人的に良かったものっていうのをね今回ねおすすめを紹介していこうかなと思います。もちろんねフィールドの規模には狙いたいレンジなどでミドストの概念というのは大きく変わってくるので、まあ例えばボトム、要するにトップとボトムの間のことをまあ中層という言い方をねまあしても間違いないかなと思うんですけど、それが例えば10メートルとか20メートルとか、まあ例えばもうそのすごいでかい、まあ例えば琵琶湖だったりとかもそうですけれども、大きいフィールドで使う上でのミドストっていう意味もあるし、まあ僕が使うのは割とシャロー寄りというか、まあ何かしらの地形の変化だったりとかちょっとした中層を泳がしたいよっていうシーンで使うことが多いんですよね。なので今回はねそういった意図で、まあ、僕が今までやってきていく中でまだまだミドストっていうのはまあ前回のねいつかの動画でも言ったんですけど、多分ね1割まあ2割ぐらいしか多分ね正直理解できてないと思うんですよ。ただその2割でもやっぱりプラスに働くことが多かったので、それに加えてジグヘッドのめちゃくちゃキーになるので、それを今回ね、紹介していこうかなと思います。まあなかなかね、こう言ってもこうミドストってこうやってみたけど、まあミドストというかまあその、よくわからないよというか操作に関してもそうだし、ジグヘッドに関してもそうだし、ワームに関してもそうだし、まあいろんな要素がこうマッチングしないとなかなか反応が得られなくて、で実際にこうやってみたけど、全然釣れないじゃんとか、全然反応ないし、何やってるかよくわかんないよとしてもね、まあ少なからずおられるかなと思います。まあ今回の動画ね、最後にまで言っていただければ、まあ僕ぐらいのね、レベルでも、このある程度、どういうジグヘッドを使ってあげたりのかとか、そういうところをね、理解していただいて、魚に一匹近づける何かヒントを得れる動画になっていると思います。バス釣りジャパンチャンネルでは各種ルアーの使い方、季節ごとのバス釣り、こんな感じで、ちょっとした小ネタだったりとか、バス釣りに関する動画を毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。はい。では早速やっていこうと思います。はい。まあまずね、今回用意したのはここ、まあ3つぐらい。これはちょっとまあこういうので使えますよって話なんですけども、まあリアルフィッシュ系ですよね。もちろんこれ以外にもたくさんものはあって、例えば、そうですね。まあもっとでかいフィッシュ系のものだったりとか、まあ今今回ちっちゃいのはあるけど、まあこういうデスアーダーとかもありますけど、もっとでかいものでミドストするっていうこともあります。はい。まあ坂又ミドストとかね、まあよく言われたりするのはもっとでかいものででかいウェイトを乗せたものになります。ただ僕は今回紹介したいのはこういうサイズ、まあ4インチぐらいまでのリアルフィッシュ系もしくはちっちゃいものですねを使う上で、どういうリグヘッドを選んであげたらいいのかっていうお話をしていこうと思います。はい。じゃあ早速ね、紹介していこうと思います。一つ目からいこうと思います。一つ目はですね、こちらになります。はい、ドン。はい、こちら。さあ、これ何のジグヘッドでしょうって感じなんですけど、ちょっとパッケージね、捨てちゃったんでなかったんですけど、これね、ホリゾンヘッドってやつですね。はい。はい。これね、まあ、パッと見ね、見た目、もう見た感じなんですけれども、むちゃくちゃその普通のジグヘッドに見えますよね。はい。で、これ何が違うのか、特徴っていう部分なんですけども、このね、ヘッド部分のこのキーパーってありますよね。ワームを固定する部分なんですけども、ここにすごいウエイトが乗ってるんですよね。だからそうすることによって、要するにこれ、ジグヘッドリグっていうのは、もう針ってまあ重さももちろんありますけども、針以上にこのウエイトのね、頭の部分の球体とか、まあ形は変わったりしますけど、球体部分が重りの役割を果たしてくれます。ということはですよ、こう、なんて言うんだろう、要するに前滑りみたいな、前のめりみたいな感じになってしまうんですよね。で、それがホリゾンヘッドっていうのは、このキーパー部分にウェイトを乗せたことによって、できるだけ水平姿勢を保せるようになっております。で、もうほんとスタンダードというか、そのパーフェクトラウンドヘッドっていうね、ここね、ついてるんですけども、ラウンドヘッドのもうすごいドスタンダードみたいなものがついているので、様々なワームにマッチするっていうところも非常に効果的だと思います。で、あとね、もう針っていう部分ですね。これ、まあちっちゃいですけれども、この針に関してもすごいね、強度というか、しっかりね、刺さり部分だったり、コーティングね、これナノアルファっていうのがまあついてるんですけども、錆もしにくいし、かつフッキングのそのモーション伝わり方だったりとか、もしくはその軸のその曲がりにくさっていうところもあるので、トータルしてすごい強靭というか、
もう水平でしっかりなるし、スタンダードで針も硬いってことで、もう何も選ばないというか、ちょっとよくわからないなとか、例えばワームを買ってみて新しく出たものとか多分あるじゃないですか。で、あ、ちょっとジグヘッドどれに合わせようかなって思った時に、まずこう使ってみるっていうのがホリゾンヘッドだと思います。なので、まず悩まれているというか、まあちょっとジグヘッド何買ったらいいのかなってわからない人は、このホリゾンヘッドまず使ってみるのがいいと思います。で、ロールさせてみたりとか、動かしてみて、どんな感じで泳ぐのかなとかいうのもまた出てくると思うし、まあ例えばね、新製品がこれから出てくる中で、ちょっと試しに1個持っとくと、これがね、基準として使えると僕は個人的に思っております。まあこれでもね、正直完結するといえば完結するんですけども、どういう意図で使うのかね、また変わってくるんですよね。まあ実際ちょっと刺してあげると、まあビローラにね。はい。まあちょっとこんな感じでざっくりがしましたけど、しっかりね、このやっぱ、フックキーパーってところがしっかり太いので、そのガッチリホールドもしてくれます。で、針のね、このフックポイントというか、針の感じもすごいね、刺さりが良さそうな感じです。で、このヘッドの部分ちょっと上にこう出てますよね。で、こういうのが結構ね、こうロールの幅というか、こういう振り子みたいな感じに泳いでくれたりするので、そういう動きに関しての質も非常にバランスよく使えるなと思っています。はい。なんでね、まず一つ目はホリゾンヘッドを紹介していました。はい。じゃあ次行こうと思います。次はこちら。はい。まあ、言わずと知れたベスパですね。まあ、これちょっと金型がなんか壊れたとかいう噂で、それでもう全然生産がなかったんですけど、最近ね、多分復活して、もう店頭にも並んでるし、まあ、在庫もそこそこあるかなと思います。まあ、当時はね、もう買いだめというか買い占められてね、全然なかったんですけど、まあ、これね、僕も正直、その当時は持ってませんでした。ベスパ欲しいなと思って、一回ちょっと買って使ったけど、その時はミドストとかもよくわかんなかったんですよね。何やってるかわかんないですね。ジグヘッドうんぬんとかいう感じでもなかったんですよ。なんですけれども、これに関してはやっぱりこの再販された時に僕もやっぱ手にしてみました。はい。で、実際これ使ってみたんですけど、まあ、すごいいいと思います。で、これ素材ってここね、こうタングステンが入ってます。こう頭部分ね。タングステンのこの進化がついてることによって、まあ、高感度だったりとか、もしくはアクションレスポンス、ちっちゃいままでウェイトを重くすることもできます。はい。で、重心っていうのは結構一点集中なんですよね。さっきのホリゾンヘッドというのは、この後ろにバッてありますよね。ここについてたのが、ここはもう頭だけになってるんですよね。で、よりこのシェイプをね、抑えるために非常に効果的だと思っています。さっきのね、正直にちょっとやらせていただいた、この、まあ、ビローラありますよね。ビローラとかこういう小型のものっていうのは、さっきの、ホリゾンヘッドのちっちゃいやつをつけてしまうと、ちょっとね、ボディにこう、もこってちょっとなっちゃうんですよね。で、パッと見も、これ本当にね、誤差の差だとは思うんですけれども、これ刺してあげると、まあ、ちょっと実際刺してみようと思うんですけれども、はい、ちょっとこんな感じ。ちょっと今刺し方ちょっと雑なんですけれども、まあ、こんな感じでやってると、めちゃくちゃシェイプをね、こう、変わらないというか、そのままでいけるんですよね。で、フックキーパーに関しても、しっかりその、なんていうんだろう、こういうちょっと爪みたいなものがね、ここについていることによって、まあ、フックもしっかりホールドしてくれるよっていう形になっております。で、あとね、これの特徴としては、ラインのここね、ちょっと見にくいと思うんですけど、これね、愛の位置、というか愛の角度というか、愛の方向が違うんですよね。今のさっきのホリゾンヘッドとかで、縦にこう入ってる。こう、ジグヘッドがあったら、こういう感じに入ってるんですけれども、この場合はこう横なんですね。横愛って言われてます。で、結局、そのミドストするときに、まあ、結構重要となってくるのが、この愛のポイントなんですよね。愛のこう結び目のポイントがどんどん引いてくることによって、要するにこう手前にこうずれてきちゃうっていうことがあります。まあ言うなれば、ここらが今ホリゾンヘッドですけども、こうつけてると、やっぱりどうしてもこう、ちょっと結構滑りがいいので、使ってるとずるっとこうずれちゃって、前かがみ、というかこっち身組みにね、こうラインが引いてしまわれるんですよね。で、結局そのやっていく上で、このラインスラッグを押すとしたりすると、この引っ張られたところで、こう、要するに前に引っ張ってきてしまうんですよね。で、一番やっぱ重要なところは、こう、移動距離を抑えた上で細かくロールしてくれるっていうのが大事だと思うので、この上部分にしっかりある方がいいってこともあります。ただこれに関しては、そのアイガードっていうものがあるんですけども、このね、ちょっと今回持ってくるの忘れましたけど、ここにつけるキャップみたいなやつがあって、まあそれを使うこともできます。ただそれだと結構見た目がね、こうもうガチでついてますよみたいな感じになってしまうので、そうじゃなくて、これっていうのはベスパっていうのは、横合いになっております。ただ横合いでもね、やっぱ若干ね、ずれるのはずれます。ただ縦よりは横の方がずれにくいなっていう話になっているので、その辺を気にする方は非常におすすめかなと思います。ただこれのね、めちゃくちゃ問題点としては、針がめちゃくちゃ遅いんですよね。これね、僕よく使うのは 0.6g とか、その 0.9 までしか使わないかなと思います。まあ僕が使ってるフィールドではですよ。はい。なのでその辺はまあその場所によっては変わるんですけども、まあよりホバストにも近いようなものを使ってあります。で、それなんでなのかって話なんですけども、これやっぱ細軸なので、もうその全体的なフィネスで使いたいよって話です。なので、結構ね、無茶したりとか、もしくは何かこう、かかってこう、根掛かり外そうかなってすると、針がすぐ曲がっちゃうんですよね。なので、それだけちょっと、諸刃の剣ではあるんですけども、より、さっきのホリゾンとかより、こっちのね、もっとフィネスに、もっと柔らかくしたい時っていうのはおすすめだと思います。なので、僕は 0.6g とかで、ホバストに中心として使っていくってことが多いです。なので、ロールもしながらとか、すごい細かいロールもしながら、こういう、その横のズレもなくして、やはりもう細軸だからしっかり刺さりはね、良くなってるので、そういう部分を活かしたいシーンでどう使い分けるのかって話なんですよね。
なので、そのタックルのセッティングとかにももちろんよると思うし、そういうところを踏まえて、ホリゾンとこのベスパっていうのは使い分ける必要があると思うので、ぜひ参考にしてみてほしいなと思います。はい。次ですね。次がもう最後になります。最後は、こちらになります。ドン。はい。まあ、よくね、前回の調校で使ったのもこれ本体なんですけども、こちら。はい。レンジローラーですね。はい。カルティバさんのレンジローラー、驚異のロールアクションってことになっておりますという感じです。はい。まあ、これなんですけども、じゃあ何がいいのか。これね、やっぱ一番僕は個人的に、相性がいいというか、使う上で、僕のタックルセッティングとラインセッティングと、使い方においては、めちゃくちゃ効果的に使えるなと思っているのがこのレンジローラーです。はい。要するに、これもうパッと見てもらったらわかると思うんですけど、さっきのね、ベスパとちょっと比べてみましょうか。はい、こんな感じになっていて、こっちレンジローラーは上に突起物みたいなのがついてるんですよね。ポコッと出てるんですよね。でこう出ていることによって、要するに上にしっかり引っ張る力っていうのが働く。で左右に倒れるんですよね。しっかりこう横にペッタペッタ、なのですごいロールをね、もう、ま、名前の通りなんですけど、しっかりロールをしてくれるっていうものになります。であとね、これ結構僕使ってて思ったのが、ワームをね非常に刺しやすいんですよね。まあ、ラウンドベントって言って、ここがね、ま、綺麗に曲がってることによって、こうまっすぐこうミドストのワームってちっちゃいじゃないですか。こういうのってちっちゃくて、しかも刺しにくかったりするんですけど、ここをまっすぐも入れてあげて、スッとやるだけで綺麗にいくんですよね。まあ僕結構不器用なんで、こういうの苦手で、まあ、一番刺しやすいなと思ったのはこのレンジローラーなんですよね。はい、こんな感じ。まあ今もスッとやったら綺麗に刺さったと思います。まあこんな感じでセッティングするんですけれども、これをやることによって、じゃあ何がいいのかって話で、で、例えばこれも使ってたとして、ワームがもうちょっとボロボロになって変えたいよっていうシーンも、ここのね、キーパーってところが、その U 字キーパーって言って、その、ね、尖ってもないんですよね。ここ。ここもちょっと見にくいかな。ここ。これ。これの部分なんですけども、ここは U字になってるので、要するに他のって結構尖ってたりとか、もしくは太かったりすると、ワームがもう一瞬で裂けちゃってダメになって、補修もちょっとしにくかったりするんですよね。なので、これに関しては U 字なので、付け替えも非常に簡単という仕様になっております。で、あともう一点これなんですけど、フッキングがむちゃくちゃ入りやすいっていうのも結構プラスポイントだと思っております。結構ね、ベスパとかって、このラインセッティングとかタックルセッティングによって、割とね、こう、あ、なんかバラしちゃったなっていうシーンって結構あるんですよ。で、ですけど、このレンジローラーに関しては僕の今 UL で使ってる竿で、ライン4ポンドぐらいで使ってあげると、もうめちゃくちゃフッキングが良くて、ガツッとはまった時ほぼバラしがないので、非常にそのバランスセッティングとも非常におすすめかなと思います。で、それに加えて、この I の位置がまあ高いっていうのは、こう、ロールをしやすいよっていう、このバランス設計にはなってるんですけど、それに加えて、フッキングもね、こう、やっぱテコの原理というか、クッとこう、なんていうの、上に引っ張ることによって、フックがうまくかかってくれるっていうのも、多分、フッキングのね、バラシのなさというか、決まりやすいっていう要素の一つかなと思います。まあ、そんな感じで、このレンジローラーっていうのは、そういう特性があるっていうのを知っていただければ、使えるかなと思っております。はい。では今回ね、こちら、ミドスト用のフックを3種類紹介してきました。じゃあ、これをね、どう使い分けたらいいのかって話なんですけれども、まあ、もう、今ちょっと重さはね、ちょっとバラバラで持ってきてますけども、例えば、フィネスに使えて、むちゃくちゃ軽く、もう、ホバストに近い形でミドストをしたいなっていうシーンであれば、ベスパを僕は使ってあげます。で、そうじゃなくて、どっちかわからないよっていうシーンだったりとか、ちょっとワームのポテンシャルを引き出したい、どういう意図かわからないよっていうシーンであれば、僕、ホリゾンヘッドを使ってあげます。で、プラスして、このレンジローラー。レンジローラーっていうのは、よりフラッシング要素を出したいとか、例えば魚の杭が渋ってるとか、ちょっとショートバイトみたいな時には、レンジローラーを使ってあげる方がいいかなっていう使い分けになっております。なので、ジグヘッド一つ言っても、やっぱ特性が全然違うし、ワームの、なんていうんだろうな、性格をガラッと変えてしまうものなので、この選び方っていうのを、何か選択余地として、知っておくと、より信頼度っていうのは高まるし、魚の反応っていうのも変わってくると思います。なので、もし最近ね、やられてこう、ミドストマやってみたけど、反応がないとか、まあボトム周辺打ってるけど全然ダメだなっていうシーンだったら、この針をね変えてあげることによって、釣り人側が意図してないところでワームがしっかり動いてくれてるとか、誘い出してくれる、もしくはフッキングを決めてくれるとか、いろんな要素がこのフックによって変わってくるってことがあるんですよね。なのでね、ぜひもしかしたらどれか使っててとか、どれ他のも使ってて、ちょっとなんかいまいち使い勝手悪いなとか、反応ないなとか、ジュヘッドね変えてあげるだけでも、プラスに働くことがあるので、ぜひ少しでも参考になれば嬉しいです。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。